さあ、世界一のマイラーを決める90秒のドラマが極東の舞台で繰り広げられます。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。4番ドバイデスティネーションが先頭に立ちました。1番バラエティクラブ、先頭に並ぼうという構え。それから2番アトラクション、7番タマユズ、ディバインプロポーションズがその後ろ。注目のチャオレジェンドとヌメール騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。ドームドライバー、もう1頭3番コックニーレベル、そしてその後ろからバダモス、フェアリーピングプローン、サトノジーザスがそのうちにいます。一番後ろに11番レザードバレスであります。先頭の方はどうなっているか。4番ドバイデスティネーションはレースを引っ張るようになりました。これを追って1番バラエティクラブ。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。チャオレジェンドは4番手といったあたり。さあ先頭はドバイデスティネーションが1馬身リード。4番ドバイデスティネーションがまだ粘っている。1番内ドバイデスティネーションが頑張っている。外からはバラエティクラブ、ムチが飛んでいる。チャオレジェンド先頭、ルメールとチャオレジェンド、レザードバルス懸命に追った。レザードバルスが襲いかかる。2頭火花が散る、火花が散る。負けられない。ルメール譲れない。岡部幸雄非常に際どくなりました。